アナトーリー・イグナー・チェベチ・プリスター付近は、ソビエト連邦、ロシアの作家。モスクワ郊外のリベルツに生まれたが、大工の父は大祖国戦争に出生したまま帰らず、母も開戦直後に、結核で病死したため、孤児となったプリスター付近はしばらく路上で生活した。1944年に、他の孤児たちと共に、北カフカースのチェチェンへと送られて、12歳で、 職業訓練所へ入り、14歳で足のふすかやの缶詰工場に就職した。15歳になると航空機工場の無線研究室に勤め、1952年にはモスクワ航空技術学校を卒業して電気技師、無線技師になった。兵役を終えた後、1954年にマクシム・ゴー・リキー文学院へ入学し、1959年に卒業。 この間の1958年に最初の短編を発表して作家としてデビューを果たした。1961年ソ連作家同盟へ加入した。また、1960年代前半にはリテラトゥールナやガゼータ氏特派員としてブラーツク水力発電所の建設現場へ赴きコンクリート打設の作業員として働いた。1960年代後半、 雑誌モロダーやグバールジアの編集局員となる。プリスター付近は1987年に小説コーカサスの金色の雲を発表したことで広く名を知られるようになった。現代をミハイル・レール・モントフの詩から取ったこの小説は大祖国戦争中にチェチェに送られた孤児の双子を主人公としており、利的行為を理由として1944年に行われた。 チェチェン人の強制移住が描写されている。1981年にはすでに完成していたが、グラスの質が始まるまで発表できなかった。翌1988年、ソビエト連邦国家賞を受賞した。死刑廃止論者だったプリスター付近は、1992年からロシア連邦大統領直属の御社委員会で委員長を務めた。この委員会は2001年に、 ブラジーミル・プーチンにより廃止された。2008年7月11日、水炎のためモスクワで病死。ありがとうございます。